リチャード・エプカーは、アメリカ合衆国の男性声優、俳優、音響監督、脚本家、音響制作会社、エプカーエンターテイメント社長。妻は、声優、エプカーエンターテイメント CEO のエディン・スターン。子供が二人いる。別名は、リチャード・ジョージ。コロラド州デンバー出身。アリゾナ大学で、舞台芸術学士号を取得。他に、 南カリフォルニア大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、アメリカンフィルムインスティチュートなどで演技を学んだ。声優としてのデビュー作は、ロボテック。2002年にエプカーエンターテイメントを設立。一時期は、ドリームワークス制作映画の外国語吹き替え作業の監修などをしていた。2メートルの長身で、特技はスポーツ。声優仲間のトムワイナーは親友。代表作は、 光覚機動隊シリーズのバトを当。 1987年、1989年、1990年、1993年、1994年、1995年、1996年、1999年、2000年、2001年、2003年、2004年、2005年、2006年、2017年、2000年、2003年,200年、2005年、2006年、2006年2020年、1997年、2007年、2001年、2004年に、2年、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  2006年、2000年、2002年、2003年、2006年、2008年、2020年。ありがとうございます。